バスチャンが設計した富岡製糸場東オケマエドモン・オーギュスト・バスチャンは、フランスの船港、製図職港であり、いわゆるお雇い外国人として、横須賀製鉄所に勤務したほか、富岡製糸場の開業当初の主要建造物の設計を担当した。神奈川県の横浜外国人墓地に、彼の墓が残っている。通例、フランス語では、エドモンドの末尾の D は読まないが、 日本では、慣例的に、エドモンド・バスティアン、エドモンド・バスチャンなどと表記する文献もある。横浜外人墓地の墓碑によると、1839年6月27日に、マンシケン・シェルブールに生まれた。同志の造船所で、船港として働いていたが、横須賀製鉄所のフランソはレオンスベルニーに見出され、日本に渡ることになる。 バスチャンがマルセを経った1866年1月19日が横須賀製鉄所の雇用契約日となっている。スウェズ、香港、上海などを経由し、1866年3月12日に横浜に着くと1週間余りしてから横須賀に入った。1866年3月23日には最初の工事に携わっている。当初の月給は75ドル。 1868年からは80ドルで雇われており、翌年から月雇いになった。富岡製紙場の建設を任されていたポールブリューナは、明治3年11月6日頃にバスチャンに設計を依頼した。バスチャンは短期間のうちに、これをまとめ、同年12月26日に完成させた。彼が短期間のうちに主要建造物群の設計を完成させられた背景としては、 木骨レンガ作りの横須賀製鉄所を設計した、際の経験を活かせたことが挙げられている。彼は土木絵図師として月給125ドルで明治5年7月まで雇用された。彼は全図面を完成させたとされるが、現存する建物でバスティアンが確実に設計したのは、創始書、東沖眉所西沖眉所蒸気カ所の4棟のみとされる。 明治5年7月は富岡製糸場が竣工した月であり、彼はこの月に横須賀に戻ったが、すぐに遺願解雇を申請した。この申請は受け入れられ、旅費も受け取っていたが、おそらくは日本に留まっていたと考えられている。1874年には横浜在住の大工ピヨンの下で働いており、1875年4月5日から増加婚頭、 増加職工長などとして、公務省の営善寮に雇われた。月雇いの月給は125円、正式雇用後の月給は150円だったが、1879年12月に雇い止めとなった。営善寮に雇われていた時期は、東京の西久保や大戸湾に住んでいた。バスチャンの墓がある横浜外国人墓地その後、1881年11月7日に横浜で、 建築事務所を開業したが、2、3年で閉鎖した。その間に手掛けた建物については明らかになっていない。事務所を閉鎖して間もなく、上海に渡り、その地のフランス公部局で監督として雇われ、祭祀を設けた。1888年6月7日に、横浜を再訪したが、その年の9月9日に、同地のピヨンタクで病没した。彼の墓は、 上海フランス人会によって建てられた。ありがとうございます。